11月22日、BTS の残り4人のメンバーが兵役を開始したことが発表された。ほぼ同じ日に、グループはチャールズ国王から栄誉を授けられました。ニュースフロムタウン&カントリー11月21日、現地時間、バッキンガム宮殿で行われた韓国とイギリスの国民晩餐会で、チャールズ国王は他のアーティストや文学作品と共に BTS というバンドを称えた。チャールズ国王はおそらくイギリスの文化的景観における韓国文化の位置に劇的な変化をもたらしたのは芸術的創造性だろう。韓国にはダニー・ボイルとのポンジュの、ジェームズ・ボンドとのイカゲーム、BTS のダイナマイトとビートルズのレッド・イット・ビーなどイギリスとの類似点がある。BTS の残りの4人のメンバーは軍隊に入隊した。11月22日、ビッグヒットミュージックはウェバースを通じて RM、ジミン、V、ジョングクが兵役を開始したと発表した。ビッグヒットミュージックの発表文には、BTS の入隊に関するさらなる情報は決定され次第提供される。RM、ジミン、V、ジョングクが兵役を終えて健康に戻ってくる日まで、皆様の温かいご声援と変わらぬ愛をお願いいたします。BTS では、メンバーの V、1995年生まれとジョングク、1997年生まれはまだ兵役を延期できる年齢です。BTS メンバーの入隊は、昨年のグループの発表に関連していると言われている。会社も BTS メンバーも、2025年に完全なグループとして再開することを楽しみにしています。マネジメント会社からの上記の発表は、グループが2025年に復帰するということでファンをある程度安心させた。ビッグヒットミュージックがこの発表を行った後、多くのファンが BTS がすぐに戻ってくるという確信を表明した。アーミーファンコミュニティは7人のメンバーが国家任務を順調に遂行し、早く芸術活動に復帰することを望んでいる。現在、BTS にはジン、J-HOPE、SUGA の3人のメンバーが兵役経験がある。グループの長兄であるジンは2022年12月に入隊、J-HOPE は今年4月に、SUGA は9月22日に入隊した。3人とも軍隊で良い仕事をしました。